1>, 1月19日金曜日に市役所1階展示スペースにて第46回習志野市アジサイクラブ連合会作品展閉会式が行われましたアジサイクラブ連合会は市内の老人クラブで構成された連合会で高齢者の生きがいと健康づくりを企画実行しており千葉県内の連合会である菜の花シニア千葉にも加盟しています 1>, 1月16日火曜日から19日金曜日までの間、作品展が開催され、私も木曜日に鑑賞させていただきました。この日は私から市長賞の授与を行いました。今年も手工芸、書、写真、絵画、版画、陶芸など、66名35団体の皆さんから91点が出品され、 4日間で市内外から多くのお客様にお越しいただきました芸術活動の促進は発表の場と一対であることがいつまでも元気でいるための秘訣と実感いたしました